中国ご自慢の原子力潜水艦、いつも簡単に無力化されてしまう。姿を水中深くへと隠し、こっそりと日本の領海に忍びうる中国の潜水艦。日本は陸地だけで言えば世界第61位の面積で、決して広いとは言えません。しかし日本の領海は約43万平方キロメートル、排他的経済水域 EEZ は約447万平方キロメートルであり、実は世界第6位の広大な水域を持っています。そう、日本は海洋大国なんです。四方を海に囲まれた日本は、常に他国からの一方的な原理主張やテロ、海賊行為などの様々なリスクにさらされており、海の防衛は安全保障上非常に重要です。昔は海に囲まれているというこの地理的特性が防衛上重要な役割を果たしてくれていましたが、今では逆に四方を他国から狙われる状況です。そのため、海の防衛の役割を担っている海上自衛隊は、哨戒機や護衛艦、潜水艦などを使って、日本周辺海域における警戒監視活動を24時間体制で実施しています。結果、日本に忍び寄る中国の潜水艦は、何度も海上自衛隊にその正体を暴かれているようです。それにしても、海上自衛隊は、一体どのようにして、姿の見えない中国の潜水艦を発見しているのでしょうか。今回は日本のすごい技術とすぐに見つかってしまう中国のポンコツ潜水艦についてご紹介していきます。それでは行ってみましょう。海上自衛隊の兵器の中でも、特に日本の海の防衛力の鍵を握るのが潜水艦です。潜水艦は水中航行可能な軍艦であり、自らの存在を敵に悟らせることなく接近して、敵の監視及び攻撃が可能なことから、究極のステルス機とも呼ばれ、隠密性が最大の特徴ですね。ちなみに、世界各国の海軍が運用している潜水艦は、大きく分けて、通常動力と原子力潜水艦の2種類があります。通常動力潜水艦とは、ディーゼルエンジンなどで電気を発電し、潜航中は、バッテリーでモーターを動かして動力にするという潜水艦を指します。推進音が小さいので敵に察知されにくいという利点がありますが、定期的な燃料の補給や換気などが必要であり、その際に敵に見つかるリスクがありますね。一方、原子力潜水艦とは、文字通り、動力に原子力、すなわち核分裂反応を用いる潜水艦です。乗組員の食料などの問題で実際には不可能ですが、構造上は半永久的に潜水可能です。デメリットは、原子炉で作られた高温高圧水蒸気でタービンを回すのと同時に、原子炉を冷却する冷却水循環ポンプを回す必要があるため、騒音を発生させやすい点。そのため、音により敵に見つかるリスクは通常動力潜水艦より高いと言えるでしょう。また、原子力発電所と同じく、メルトダウンが起こると、大事故の恐れもあります。このように、双方、ともにメリットデメリットがある両潜水艦ですが、やはり、長期間、長距離の潜航には、原子力潜水艦の方が有利です。ちなみに、原子力潜水艦を保有している国は、2023年現在、アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス、インドの6カ国。日本の海上自衛隊が保有する潜水艦は、その全てが通常動力潜水艦ですが、日本の潜水艦は世界一だとも言われています。現在の日本の主力潜水艦は、双竜型と呼ばれる潜水艦。また、時給の体芸型が、2023年現在2隻が進水、1隻が部隊配備されています。この双竜型の1番艦から、10番艦は、ディーゼルスターリングエレクトリック方式を採用。非待機依存推進、AIP システムと呼ばれる方式で発電する機関部を搭載している潜水艦です。スターリング AIP システムは、出力が低い低速機4から5ノット程度であるため、高速力を発揮する際には、従来通りの鉛蓄電池もしくは浮上して、ディーゼルエレクトリック方式が用いられます。そして、その後デビューした双竜型の11番艦、王竜や12番艦、東竜では、ディーゼルエンジンで発電した電力の蓄電にリチウムイオン電池を採用。これは世界初のことで、
搭載により水中運動性能がより向上したそうです。また、双流型潜水艦では情報の共有化技術が進んでおり、光ファイバーによる機関信号伝送装置で潜水艦内と司令部の情報交流化が可能なほか、7番艦沈流からは衛星通信装置を搭載しています。相手に察知される要因である音を極力出さないために外装が吸音材や反射材で覆われています。この材質は音の方向とは別方向へ反射する特性があるため、より敵の潜水艦に発見されにくくなりました。そんな日本とは対照的に潜水艦があっけなく発見されてしまった国があります。言わずと知れた中国です。2018年1月、中国の原子力潜水艦が日本の接続水域で海上自衛隊に探知され、1月10日から11日の2日間にわたって追尾されるという騒動がありました。海上自衛隊は先行する潜水艦を確認後、繰り返し警告を発しましたが応答がなかったため、追尾の際に警告のためアクティブソナーと呼ばれる音波を打ったとのことです。このソナーを当てて跳ね返ってくる音波を受信することで、対象物の大きさや形、対象物までの正確な距離などが判明します。海上自衛隊が追尾したのは中国の 093A型と呼ばれる小級原子力潜水艦。日本と中国の領有権紛争地域である尖閣諸島沖の海域に侵入したものの、海上自衛隊に探知され2日間にわたって追跡された挙句、公海で中国国旗をマストに立てたまま水面に浮上しました。その後、この潜水艦は1月12日に中華人民共和国の国旗を掲げて東シナ海を浮上航行しました。この中国の潜水艦が国旗を立てて浮上したことに対し、日本は当初中国側が尖閣諸島に対する領有権を主張しているものと捉えていましたが、実は違ったようです。中国政府はこの騒動を把握していないと明言を避けたものの、後に香港のメディアであるサウスチャイナモーニングポストが中国の潜水艦が日本の海上自衛隊から侮辱を受けたと報道。つまり中国の潜水艦は海上自衛隊に追い詰められて参りました、もう勘弁してとばかりに白旗の代わりに中国国旗を掲げて浮上してきたのが真相だったのです。白旗を掲げるのは無駄なプライドが許さなかったんでしょうね。本来領海を他国の船舶などが通行する場合、国旗を掲げて身元を明らかにする必要があります。これに応じず先行したまま日本の領海に侵入した場合には、国際法上は日本はその潜水艦を撃沈しても合法となるのです。つまり中国側は本音としては日本警告を無視して航海まで逃げ切りたいところでしたが、警告に応じなかったことでアクティブソナーを当てられて焦り、やむを得ず浮上してきたと考えられるのです。なんとも情けない話です。しかもこの原子力潜水艦は新型であり、この時まだ未戦配備されたばかりでした。潜水艦には人間の声紋と同じくスクリュー、エンジン、船体の振動などに音紋というその潜水艦固有の音が存在します。この中国の潜水艦はデビューして間もなく即日本の自衛隊にソナーを当てられ、音紋をしっかり採取されてしまい、さらには国旗を立てて浮上する模様がテレビニュースなどで大々的に報道されました。隠密性が命の潜水艦においては見バレした。この潜水艦の価値は中古品同様になり下がったと言えるでしょう。それにしても海上自衛隊はなぜ中国の潜水艦を発見できたのでしょうか。中国の潜水艦がいとも簡単に見つかった理由、防衛上の機密事項にあたるのではっきりとはされていませんが、中国の潜水艦がとてもうるさいためだと考えられています。中国の潜水艦は特に航行時の静粛性について極めて劣ることで世界中で知られており、150デシベルにも及ぶその音はまるで割れた鐘を叩いているようと形容されるようなひどいもの。しかし今回海上自衛隊により発見された中国の潜水艦は、そのひどい騒音を克服するべく中国の威信をかけて作った新型の潜水艦でした。
騒音を 110dB 程度に抑制し、中国内では従来型よりかなり静かな潜水艦という認識だったようです。とはいえ 110dB といえば、自動車のクラクションと同等の音の大きさです。アメリカの原子力潜水艦が発する音は 100dB 以下であることから、中国の潜水艦はまだかなりうるさいようですね。中国の海軍には潜水艦の音の大きさの他にも弱点があります。それは海中を潜航する潜水艦を探知する能力が海上自衛隊に比べかなり劣る点です。そのため、ステルス性能の高い日本やアメリカの潜水艦が南シナ海で中国海軍によって探知される可能性は極めて低いと見られています。また、特に中国海軍の潜水艦の乗組員は5人に1人が精神衛生上の問題を抱えているそうです。狭く閉ざされた空間で過剰な騒音に悩まされながら2、3ヶ月潜航を続けることもあり、そんな中で任務を続けるには強い精神力が必要なのでしょう。一方、日本では2021年10月に最新の潜水艦白鯨が進水しました。このことを中国メディアの環球網は警戒。日本最強の潜水艦が進水という見出しで伝えています。侵略しなければ何も警戒する必要なんてないんですけどね。中国さん。環球網に掲載された記事は、海上自衛隊はアジア太平洋地域における優位性の維持のために、毎年一隻のペースで潜水艦を入れ替えていると指摘。日本が最新鋭の潜水艦を次々とリリースしていることに、かなり警戒心を強めています。白鯨は、太鯨型の2番艦であり、基準排水量は3000トンで、日本の潜水艦では最大級。その大きさは、ジャンボジェット機の胴体に匹敵するほどですから、かなり巨大です。双竜型の11番艦以降や、太鯨型1番艦の太鯨と、同じく、リチウムイオンバッテリーを搭載し、高速移動が可能となっています。また、太鯨とともに、女性自衛艦用の寝室なども設置。このような日本の新型潜水艦に対して、海外のネットユーザーは、どのような印象を持っているのでしょうか？無事進水式を迎えた太鯨型1番艦、太鯨について寄せられたコメントをご紹介します。自国民によって自国で建造した潜水艦を公開するのは、さぞかし誇らしいことだろうね。日本が羨ましい。アメリカの標準攻撃型潜水艦の3分の2程度の大きさはあるな。この潜水艦は、水上艦の接近阻止で強力な存在となるだろう。8隻のイージス艦と F-35B が、搭載可能な2隻のヘリクーポにより、日本は、世界で、最も能力の高い海軍保有国となるね。日本製だから、品質はバッチリだろうけど、日本は、この素晴らしい兵器を中国軍を攻撃するためには使わないんだろう。日本の憲法には難しい問題があるんだよ。日本がより攻撃的な兵器を調達することにはかなりの論争があるようだ。強いのかは実戦にならないとわからないだろうけど、かなり強そうだな。やっぱ日本は国民が満足に生活できないというのに潜水艦を買おうとしているどこかの国とは違うよね。きっと日本にこんな潜水艦があることを知るだけで、中国や北朝鮮にとっては脅威となり得るはずだ。このように海外の人々は日本の潜水艦の能力、そして日本の技術力に一目置いていることがうかがえます。中国は潜水艦の数では日本に勝っていますが、様々な面でまだまだ日本の潜水艦には追いつけないようですね。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、日本の潜水艦は世界トップクラスなのは間違いないでしょう。それは艦艇の建造技術や兵器としての性能の高さだけでなく、隊員の練度もです。具体例を、海上自衛隊の元海将で潜水艦林尾艦長などを務めた経験を持つ伊藤俊幸金沢工業大学虎ノ門大学院教授が2020年6月に放送されたある番組でこのように語っています。私は1998年にハワイ沖で行われたリム PAC 演習に日本代表として参加したが、林尾一隻でアメリカを含めた艦隊を全滅させることができた。今も対潜戦の技術においては、イギリス、
フランス、ロシア、中国もダメ。演習とはいえ、まさか一隻だけで艦隊を全滅させてしまうなんて。単に潜水艦の性能が高いだけでは、このような戦果は得られないでしょう。性能のいい兵器でも、乗組員の練度が低ければ宝の持ち腐れです。この例も一例、ご紹介しておきましょう。時は1888年、つまりは明治時代。清国北洋水師北洋艦隊司令長官の丁序章は、配下の艦隊を率いて日本を訪問。訪問といえば聞こえはいいですが、北洋水師の威容を見せつけ、日本を脅すことが目的でした。しかも、この艦隊、当時世界最強と言われた定縁、沈縁という2隻の軍艦を擁していました。日本には、この2隻と渡り合えるような軍艦はなかったため、軍はもちろん、国民も震え上がっていました。当時の日本では、第一に数えられた防護巡洋艦、高千穂、同型艦、なにわは、それぞれ排水量3650トン。ところが、定縁、沈縁の排水量は7430トンと、高千穂、なにわの2倍以上。日本に来航した張提督は、7月11日、皇族や大臣、陸海軍将校、新聞記者等を横浜沖に停泊中の定縁に招待して、レセプションを開催しました。案の定、自国海軍主力艦の2倍以上のある大軍艦に、新聞記者等招待客の多くは圧倒されたといいます。このレセプションは、闇雲に機密を保持するより、むしろ開放して、艦隊の威力を見せつけてやった方が、はるかに威圧的効果があるという計算のもと、開催されたものでした。が、大したことはないと見抜いた人物がいます。その人物とは、呉、鎮守府、参謀長、東郷平八郎大佐。言わずと知れた、日露戦争時の連合艦隊司令長官です。北洋水師は、7月25日から28日まで、瀬戸内海の宮島沖に停携し、呉鎮守府首脳等を招いての艦上レセプションが終わって2日後、装甲巡洋艦、平遠2100トンは、修理のためとして呉軍港に入港しました。平遠が軍港内に停泊中、統合参謀長は、同艦の甲板が不潔で整理整頓されておらず、加えて、自慢の26センチメートル四方に、兵員の洗濯物が干してあるのを見ました。もちろん、このことは、上官である呉鎮守府司令長官、中牟田蔵之介中将に報告されました。そして、後年、この時感じたことを、小笠原長成という海軍将校にこう語っています。軍艦の魂とも言うべき訪問を、物干し竿のように扱っている。しかも、かかる武作法を外国に来てやるようでは、全体の士気が推察できる。いかに、上に、二三の名将がいようと、士卒の精神が緊張を欠いていては、有事の際に、本来の威力を発揮することは不可能である。北洋艦隊は、昇進の名刀、付け焼き刃のようなものだ。そして、迎えた日清戦争の結果は、ご存知の通り、日本の勝利。もちろん、開戦もです。ちなみに、統合参謀長は、日清戦争では、先ほど名前が出てきた、なにわの艦長として参加しています。それに、この状況、つまり、中国海軍は恐ろしいと言われているが、よく見るとそうとは言えないのでは?という状況が繰り返されていると言えますね。しかし、日清戦争で日本が勝てた理由の一つは、相手が強大だからかなわないと諦めるのではなく、軍事力を強化して、勝てないまでも負けない戦いをするように体制を整えたことです。日本は、大口径砲を搭載した戦艦の投入は間に合いませんでしたが、代わりに、速力が速い軍艦に速射砲を多数搭載し、短時間に多数の弾を浴びせて、敵の戦力を奪うという戦術を考え、それができる軍艦を発注、購入しました。今の海上自衛隊で言えば、戦力の鍵となっているのが潜水艦です。中国は、この潜水艦を探知できる能力が低いので、日本は、対潜戦においてかなり有利でしょう。しかも、向こうから大きな音を出してくれるのですから、探知には苦労しませんね。中国の潜水艦や水上艦艇は、気がついたら沈んでいたという結果になるでしょう。ただし、それも、海上自衛隊の潜水艦部隊が万全であれば、の話です。日本の防衛は、まだまだ穴があります。人手や予算が足りない、
基地の警備が手薄、憲法のせいで制約が多いなどなど、数えればキリがありません。政府は、日本を守るために、こういった問題をどんどん解決すべきです。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。